はい、酒好きな新潟人の飲酒動画。今回はね、ちょっと変わった、ものを飲みたいと思います。材料は、じゃーん。こちら、きゅうりのね、まあ、輪切りっていうか輪切りですね。をですね、まあ、グラスの中に入れて、で、あと氷を入れます。まあ、これは俗に言うね、きゅうり割り、焼酎のきゅうり割りというのがあるらしいんで、俺飲んだことないんで、ちょっと飲んでみたいと思います。なんかメロンの味がして美味しいらしいです。で、まあ、焼酎を入れて、適当に入れて、適当に入れて、焼酎、赤御用。入れて、で、まあ、水とか炭酸で割るらしい。この焼酎はね、香水じゃなくても、あれでもいいらしいです。なんだ、麦焼酎とかでもいいらしいです。で、これで適当に、ステアして、完成かな。美味しいの？それじゃあ、乾杯。あ、すげえ。てかさっきね、すごいなんか、きゅうり輪切りしてった時って、ちょっとエキスが出るっぽいですね。なんか、俺きゅうり、スライサーでこう輪切りにしたんですけど、パパパって。やったんですけど、スライサーのところになんか緑の、若干薄い緑の液体がね、結構ついてたんで、あ、これ、キュウリってエキス出るんだと思って、ほとんど出ないもんだと思ってた。出てるみたいですね。あ、すごい。確かにメロンというか、まあ、キュウリの、あれだね。味がする。あ、すごい。これは、あ、結構味するな。キュウリの味結構するもんだな。キュウリって案外、香りあるんだね。うん。結構この青臭さっていうか、キュウリ独特のこの、青臭さっていうんですか。あ、結構、あるね。これはね、まあ、なんか、居酒屋とかでも、出るらしい、ですよ。きゅうり割り。もしくは、かっぱ割りとか、言われてるらしい。あ、結構うまい。あ、結構うまい。かっぱ割り。まあこれね、輪切りじゃなくてもね、なんか千切りにしてもいい。きゅうりを千切りにして。きゅうりの千切り。水割り。水割り焼酎に、千切りを入れる。確かに癖がなくなってる。あ、ほんとだ。全然癖がねえよ。あ、すごい。全然癖がない。なんか、この青臭さと全部なんか、青臭さによって消された感じだ。うん。ほとんど臭さがないっていうか、飲みやすすぎて、ただの水になってる。ただのきゅうりの水になって、焼酎の味が全然しない。本当に。焼酎の味全然しないの。まあ、香りがメロンっていうか、別にメロンではないんだけど、まあ、きゅうりですね。普通にきゅうりではあるけど。
あ、でも結構キュウリの味するわ。本当に。こんなにキュウリの味するんだなっていうぐらいするわ。はぁ、あ。うまい。やべ、キュウリ割りハマるわ。キュウリ割りあれだと、ウーロン割りに、近い、あの、ハマりっぷりが、ウーロン割りもね、好きなんですけど。つまみ。カリカリ梅。でーす。カリカリ梅、やっぱね、梅しばが一番いいんだけどね、高い。でー何これ。すごい。初めて見た。なんと、ほら。え、これやば。まだ未開封なのにこんなになってる梅初めて見たね。すげえ。すごい。よくこれあれだな。販売できたの。普通に通って、よく通ったな。これ、目視検査とかあると思うんだけど。よくこれ通ったな、これ。もう食ってないのに食ったことになってるわ。誰か食い寄ったの？うん。まあ、カリカリよりはね、うまいんだけどね。あの、うますぎてちょっと。一袋簡単に食べてしまうという。変わり。でもカッパ割りは知らんかった。すごい。癖がなくて飲みやすい。癖がなくて飲みやすいっていうか、本当にあの、ただの水になる。癖がなくて飲みやすいっていうより、ただ、その癖が、あの、あれになったか。キュウリの味が、癖になってしまった。癖がなんか、キュウリの味に変わったと。二階堂。麦焼酎でもやってみよう。麦焼酎。麦焼酎だと若干癖があるから、やっぱり。あれかな。さすがに。乾杯。あ、でもなんだかんだ2杯目だからあれか。ん？うん。まあ。やっぱり1杯目が一番良かったね。キュウリのエキスが全部出ちゃったっていうか。うん、美味しい。うん、まあ、焼酎が苦手な人は、これで飲むと、いいかも。
なんか、癖が結構飛ぶわ。でもやっぱり、キュウリはやっぱり、こう、薄くした方がいいね。千切りがいいが、多分。その、わ、あの、切ってる部分から、その表面の部分から多分エキスがついてると思うんで、わ、あの、切った時に多分若干、香りとかが出るんだ。だから細かく切った方がいい。ぽい。ぽいね。あ、芋焼酎も、かっぱ割り、してる人がいるみたいですね。うん。なるほどね。うん。やっぱりあれだな。結構癖がないな。うん、マジであれだ。なかなかすごいぞ、カッパ割り。キュウリ割りすごいぞ。思った以上にキュウリって香りが強いんだなと、知りました。これはすごいですね。今度からちょっと、これはあれだわ。ありだわ。すげえありだ。葉っぱのこの、キュウリのこの青臭さと、焼酎のあれが、癖を取ってくれる。だけど、普通の香類だと、あの、癖が取れすぎて、あの、ただの水になるんで、ただのっていうか、ただのキュウリの香りがする水になってしまう。焼酎の味が全然しないもんね。本当に。マジで、あの、焼酎の味全くしなくなる。すごいな。こんなに、あの、癖なくなるもんだったね。へぇ。びっくり。これ、いろいろあれかも、できるかもね。あの、焼酎じゃないけど、日本酒とかでも。案外、案外あれなんじゃない？いけるんじゃない？カッパ割り。300円とかで売ってるらしいですよ。居酒屋で。うん。あ、でも2杯目ぐらいだったらまだあれだ。結構あれだ。メロンの風味が残ってるわ。うん。いや、でもウーロン割りも大好きだけど、これカッパ割りもなかなかいけるな。ウーロン割り一番好きやけど、ね、焼酎の割り方で一番好きやとのはやっぱウーロン割りかな。ウーロンハイが一番好き。ウーハイが好きです。昔あの、昔っていうか数年前、2年前ぐらいか。いいね。あの、いとこと飲んでた時があって。いとこのうちにあの、
夏の、なんだ、お盆に帰った時、帰ったっていうか、いとこと集まった時に、いとこの女の子がいるんですけど、20歳ぐらいの女の子がいて、で、その人が、その子がね、まあ、20歳になったから酒飲めるっていう話でいろいろ飲んでたんですけど、ウーロンハイ美味しいよねって俺言ったんですよ。ああ、ウーハイねって言われて、で、隣にいたその母親が、今、ウーロンハイなんて言わない、ウーハイだよ、ウーハイとかって言って、ああ、今の若い子、ウーハイというのかと。はい、これジェネレーションギャップが、ちょっと恥ずかしかったですね。ウーハイかよって。最近の若い子は何でも略しやがってよ。なあ。ということで、調子に乗って、じゃん。お酒にプラス、潰し梅。これを入れる。梅割りでもいいのか。カッパ梅割り。カッパ梅割りでもいいのか。カッパ梅割りでも。あんまり俺梅割り好きじゃないんですよ。梅干し割り。梅干し割りはあんまり好きじゃない。星で言うと多分二つ星ぐらい。好きじゃないんですよ。まずい。なんか、どうにもまずい。で、ウーロン割りは五つ星ですね。俺の。で、今日、食べた、じゃ飲んだ、カッパ割りは、まあ四つ星ってとこかな。結構美味しかったからな。普通に美味しい。てか、ここまでウーロンハイって、あれなんですよ。癖が、焼酎の癖を逆に活かすタイプの飲み方っていうか割り方なんですけど。はい、逆にね、ウーロンハイはね、焼酎の甘みみたいなのがね、結構ダイレクトにね、来る。だけど、うん、このカッパ割りは本当に全然味しないんで、これすごい、うん、これ普通にすごい。でね、梅干し割りはね、もうね、同じくダイレクトに味がするんですけど、焼酎の味がダイレクトにするんですが、ただね、梅干しの味がなんかものすごいまずい。なんかまずい。なんかまずい。でもここまでキュウリってあれなんだねって、こんなに、香り強い、香り強い野菜だったんだなって。逆にちょっと、感動した。ああ、なかなか、急祝いにすればちょっとあれだ。梅割りもそこそこ飲める。まあ皆さんなんかそういうなんかなんとか割りみたいなのがぜひあったら、俺も岩田に知らなかったんで、
うん、結構こういうのが、結局ね、こういうなんか居酒屋の、やつがあるらしいんで、居酒屋独自の、知らないような割り方とか、そういうのはね、あったらね、おすすめがあったらね、ぜひ、ね、教えていただけると、俺が、動画でね、ぜひやらせていただきます。うん。でもすごいな。本当にキュウリ割りすごいわ。本当に。俺今までキュウリってそんなに食ったことなかったから。食ったことなかったっていうこともないけど。まあ普通にさ、キュウリってそんな食わないじゃん。で、なんか、キュウリって俺大体味噌つけて食ったりするんですけど、それ以外だと、あんまりそのまま食うっていうことはないですね。で、そう考えると、あ、キュウリ割りってすごいな。こんなに味したんだなって。感動です。キュウリの香りすごい。マジで、すっごいするから。皆さんぜひ、マジでこれおすすめ。これおすすめだけど、まあ、うん、まあおすすめですね。うん。一回やってみた方がいいかもね。びっくりするぐらい癖がなくなるから。うん。まあ俺があと、飲んだって言ったら、あと、緑茶割りとか。緑茶も、あれは、緑茶の苦味と、うん、まあ、うん、まあ、あれも若干、まあ、ウーロンハイみたいな感覚ですよね。あ、蕎麦湯割りなんてあるんだ。蕎麦湯割りあるらしいですよ。うわぁ、これ飲みてぇな。蕎麦湯割りってそもそも蕎麦湯がないんだけど、蕎麦を茹でた際に出るよ、蕎麦湯だから。そこら辺で買ってきた蕎麦を茹でた時にあれで飲むのか。あ、蕎麦粉を水によく溶かし、かき混ぜながら沸騰させたもので代用できる。蕎麦湯。今度蕎麦湯割り作るか。蕎麦粉買ってきて、溶かして沸騰させて。うん。あ、ん？金魚。という割り方があるらしい。焼酎にシソの葉と赤唐辛子を入れてお湯か水で割ったもの。うん。あ、これはでも、シソの葉が入ってるから結構匂いは、あれだな、強そうだ。で、あと、かっぱ酒。青竹の筒に焼酎を入れ、いろりや焚き火で缶をつけて飲む方法。うん。かっぱ酒じゃねえ、かっぽ酒か。かっぽか。これダメだ。でも、しその葉って結構なんだ。刺身買った時に、ついてきません。これは食べるんですけど。シソの葉を。あれでも使えるな。シソの葉か。ただ赤唐辛子がない。赤唐辛子か。まあ、今の、うん、まあ。赤唐辛子っていうと、焼酎に入れて。あ、でも赤唐辛子の焼酎漬けとかあるよな。なんか焼酎に赤唐辛子つけて、で、半年ぐらいつけとくと、なんか味がこう染みるみたいな。焼酎のポカポカ感が。あったかい。体がポカポカする。
とかなんとか。あるらしいっすよ。ああ、でもいいな、都会の人は。仕事帰りにさ、ほんと俺、ほんと夢なんだけどさ、仕事帰りにさ、そこら辺のさ、居酒屋行きたいよね。うん。いいよなぁと思う、都会の人は。本当に、酒好きな俺からするとすごい、羨ましい。だってお前、俺仕事帰りなんてあれだよ。車だよ、大体。そもそも車で10分ぐらいで着くからね。家まで10分ですよ。ちょちょちょーっと車飛ばして、はい、終わり。何が仕事帰りだよって話よ。マジで。本当に。だから仕事帰りでさ、結局電車とかでさ、帰る人ってのはいいよなぁと思うわ。マジ、ふらふらーっとそこら辺の居酒屋寄って、一杯引っ掛けて、ね。行けるじゃん。で、しかも彼女とかのデートで、酒飲めんじゃん。俺とかだと、デートするにも、結局車使わないと、デート行けないから。うん。何するにも車だから。うん。結局。だから俺酒飲めないんですよ。酒好きな、女性の人とかと一緒にほらデートとかしたいんだけど、もう酒飲めないからね。うん。もしくは、女の人にその車出してもらったとしても、片っぽ俺しか飲めないとか、俺が車運転したら彼女しか飲めないわけでしょ。それきついよね。マジであれだよな。本当に。俺都会に住んでたらだいぶ違うよ。本当にこの。うん。そういう生活してたとしたら多分動画でね、録画してるわ。毎日のね、仕事帰りに酒、そこら辺の、寄って、居酒屋寄ってるところを動画にして、四つ目にウープスしてるわ、多分。はい、今日はここの酒屋でーす。って言って、スマホで撮って。でも、店の中だとあんまりそういう撮影とかはあれなのかな。まあでも、こう、こそこそやってれば多分大丈夫だもん。はい、今日は、こちら。なんとか、みたいな。頼んでみました。いいよなぁ。うめぇ、とかって飲みながら。もうただ飲んでるだけの動画。ただ飲んでるだけの動画。いいなぁ。いいなぁ。いいなぁ、ほんとに。マジで俺、憧れるわ。都会の人。特に下町酒場とかの、あそこら辺の人。亀有とかの。亀有だっけ？違うか。あれ？うん、下町酒場の人。下町の、東京下町のあたりの人。いいよなぁ。マジで何なの？あの人たち。こっち田舎だからマジ何もねえんだけど。田舎だから本当に俺の近くの、あれなんて何もないですよ。
ほんとなんもないよ。なんもない。なんもないとかいうレベルじゃないですか。畑がある、畑が。田んぼがあるわ、田んぼが。うん。田園風景がある。でね、8月ぐらいになるとね、俺のベランダから聞こえてくるんだけどね、ベランダから聞こえてくるっていうか、聞こえてくるんだけど、牛ガエルの、ブー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 って声。牛ガエルかヒガエルかわからんけど、ブー、ブー、ブーって。あれが、だいたい、500メートルぐらい先に、本当にガチのガチの広大なね、ものすごい広大な、田んぼがあるんですけど、おそらくそこから聞こえてくるんですけど、すごいんですよ、あれ。もうガチで全然聞こえるんだよね。もうめっちゃ鳴いてるんだけど、まあ、だいぶこっちまで来ると500メートルぐらい先だから、まあ、割と小さくはなってるんだけど、もうすごいよ。8月ぐらい。本当にすごいからね。ブエー、ブエー、ブエーってのが、もうみんな泣いてるから、ブエー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 、みたいな感じで。聞こえる。やべえよ。あれはやべえ。あ、ジンロ。俺、ジンロ嫌いなんですけど。韓国焼酎ね。韓国は俺、そもそも韓国が嫌いだからあれなんだけど。韓国焼酎のジンロとかのカッパ割りも美味しいらしい。焼酎の癖のある香りをキュウリの青臭さが打ち消して飲みやすい状態になります。爽やかで飲みやすいので飲みやすぎに注意です。これマジで。これはやべえよ。本当に飲みすぎ注意だわ。ここまで飲める、てか癖がないっていうか、焼酎ってストレートに飲むとどうしてもこう香りとかに癖がありますよね。なんか、なんでしょうかね、あれね。まあ、逆に、焼酎飲んでるっていう感覚はあるから、ウーロンハイとかは逆にその香りを楽しむっていうのもあるんですけど、まあ、甘さもあるし、ね、甘さもウーロンハイとかにすると出てくるから。だから、それもあるんだけど、特に女性におすすめかな。癖が強いんで、癖が、なくなるんで、本当に、キュウリ割ちょっと一回、女性の人で、まあ、お酒好きな人っていうのもいないのか。本当、女性の人でも普通にお酒好きな人は本当にあれだから。もう俺よかのんべえな人がいるからさ。あれなんだけど、まあ、一回飲んでみて、うん。逆にほら、居酒屋とかで、キュウリ割り頼むと、多分、女性の人が頼むと、逆に惹かれたりしそうだけどね。でもこれは、ウーロンハイ以上にっていうか、すっごい、飲みやすくなるんで、これはもう、マジで女性向け、うん。むしろウーロンハイは男性向けですよ。ウーロンハイとかは緑茶割り、緑茶ハイ。
みたいな。あれは結構ダイレクトにね、あの香りとか、焼酎の香りとか甘さがね、結構来るんですけど。本当にね、本当カッパ割りマジ。今まで飲んだことないぐらいの、すごい。すごいわ、本当に。ここまであの、すごいとは思わなかった、俺。ちょっと舐めてた。ここまで。あれだと思わなかった。てか、だいたいこの、キュウリ自体がここまで香り強いもんだと思わなかったもん。多分、焼酎に入れたから余計、香りが強くなったのか、わかんないけど。多分、なんか、普通にキュウリ自体バリボリ食うよかなんか、味がすごいもん、なんか香りが。そば焼酎をそば湯で割る、そば湯割り。あ、ヘルシー感覚と清涼感あふれる玉露茶割りって、俺、玉露最近買ったんだ、そうだ。玉露ってあの、知ってますか？あの、いわゆる緑茶のあれな種類なんですけど。一番あの、緑茶の中でカテキンじゃねえや。あの、カフェインが一番多いっていう。玉露ね。玉露。まあ、いわゆる玉露って言うとあの、お茶の中で一番高いとかって言われてますけど、普通に500円ぐらいで買ったやつなんで。300g 500円ぐらいで買っためっちゃ安いやつなんだけど。まあ一応あの、お茶の、その、あれで買ったんだけどね。お茶屋さんで買ったから、一番安いやつ買ったんだけど。なかなか美味しいです。いやー。お湯割りや水割りに、かぼす、2分の1入れて、かぼす割りだと。かぼすって今結局、あれか。何かなと思ったら、これあれやん。シークワーサーじゃねえ。いわゆるシークワーサーじゃねえ。まあでも、キュウリってあんまり食うことないですからね。まあ、漬物とかに、まあ、するぐらい。キュウリの浅漬けとか。かなぁ。今度あれだな。キュウリ割り、ちょっといろいろ作るわ。結構、お気に入りになったわ。結構お気に入りになった。特にあの、麦焼酎で割るのがいいかな。まあ、芋焼酎で割るのもいいかもわかんないけど、ちょっと芋焼酎まだ後で。今度やってみようかな。うん。芋焼酎。ただ普通の焼酎で割るとほとんど水なんで、面白くないですね。何もあの、全然面白くない。普通の香類焼酎で割ると、あの、味が全くないので、香類焼酎の味がないので、あの、もう一切面白くないんで。今度やるときは、あの、スライサーで、俺のスライサー、最近俺 Amazon で買ったんですけど、あの、厚さ調節できるんですよね。スライスの厚さ。ちなみに今このスライスが確か一番厚いやつで、3段階に調節できて、一番厚いやつで切ったんで、これを一番薄いやつにして、パパパパパーってこう輪切りにして、パパパパパーってやったら、多分、かなりやばい。
結構ね、あの、キュウリってエキス出るんだわ。案外。スライサーでやってみて、まあ、前も言ったけどな。ほんとエキス出るんだよ。え？って、こんなにあの、キュウリって水分ないイメージあったけど、案外水分あるんだなって、思いました。うん。案外これ、結構、キュウリって水分あるなと。多分、その水分が、香りのその元凶なんでしょうね。うん。もう結構あれだな、時間経ったな。無駄になんかぐだぐだ喋ってましたけど。いや、酔ってきた。うん。ああ、今なんかね、梅酢っていうのが、言葉が、ちょっと今ググってたら出てきたんですけど、梅酢って何なんだろうなと思って。梅の酢って何それと思って、今調べてたんですけど、梅干し、をつけているときにできる梅酢。梅酢は、梅干しを作るときに梅から自然に出てくる液体です。これ、梅酢の作り方。梅2キロに粗塩を 360g で、焼酎を2分の1カップ。うん。ういあ、梅に結局あれなのか、塩を入れて、それで出てきた液体ってことか。うん。梅酢。梅酢。梅酢。梅干しを作ってみて驚いたのが、梅から溢れ出した大量の梅酢の量。はい。
なるほどね。梅の味の酸っぱい酢みたいな感じか。梅酢。うん。あ、普通に梅酢売ってるわ。1リットル300円とかで売ってるわ。あ、もともと捨てるようなもんだからな。税込み送料別で売ってる。300円。梅酢。だって、あ、なかなかこの梅酢自体をこう、焼酎で割ってもうまそうな気がするけどね。うん。なんかねえかな。焼酎のさ、うまそうなこう、なんか、割り方？うん、まあ。まあ、ぶっちゃけた話、まあいいや。まあ、今回はちょっと、あれなんで、まあ、番外編みたいな感じなんで、ちょっと今回はね、あの、コク、甘み、香りのね、おすすめ度みたいな、あれは、もう、いらん。うん。そんな詳細にね、こんなのにね、きゅうり割りとかにね、費やしてもあれなんで、まあ、とりあえずおすすめ度は、これは、でも難しいな。四つ星か五つ星かなーって感じはするんだけどね。ただ、すごいなと思ったんで、五つ星で、行きたいと思います。これはあのすごい。ということで。五つ星ぜひ皆さん。非常に簡単ですので、ね。ぜひ作ってみてください。ご視聴ありがとうございました。